作曲家、編曲家、活動家。イスラエルのナザレ出身。活動期間は1985から2017年。パレスチナに伝わる伝統的な歌や詩の現代的アレンジで知られる。ナザレのバープティスト系学校を卒業、3人の子供とナザレで暮らした。ウクライナ人のギタリストのレオニード・アレクシエンコとは、 モスクワの高等音楽学校で出会い1991年に結婚、2010年に離婚、多くの楽曲を発表、アルジャジーラの番組のキャスターを務めるなど活躍した。リムバンナが注目され人気を集めたきっかけは1990年代前半、パレスチナで忘れかけられていた動揺を独自のアレンジでリリースしたアルバムエイプリルブロッサムズだった。 パレスチナの家庭でそれらの歌や韻律が再生したのはリムバンナの功績だと言われる。オリジナルも発表した。力を入れたのはパレスチナ人、特にヨルダンガー西岸地区のパレスチナ人の戦いを伝えることだった。彼女自身は自分の音楽を文化的な自己主張の手段ですと言っている。私たちの務めはメロディーがついていない伝統的な パレスチナの言葉を集めることです。それらの言葉が失われないために、現代的でありながらも、パレスチナの伝統音楽の影響を受けたメロディーをつけるのですと彼女は答えている。この方法によって、リム・バンナは伝統的な技法の模倣以上のことをやってのけた。オリエンタルな歌唱法は、ほとんどが装飾的です。でも、私の声はより二面的で、太い声なのです。 自分の声に合った歌を作ろうとしました。あらゆる点で新しいものを作りたいと思っています。その一つが、パレスチナの音楽と魂を世界に紹介することなのです。ヨルダンガー西岸地区でのコンサートのほか、ガザの聴衆にインターネットライブでの配信も行った。2009年1月8日にはシリアで初めてのコンサート、チュニジアでも2011年7月25日に、 コンサートを行った。ベイルートでの初コンサートは2012年3月22日。悪の数軸からの子守唄、リム・バンナがヨーロッパで人気が出始めたのは、ノルウェーの音楽プロデューサー、エリック・ヒルスタッドが2003年の CD、悪の数軸からの子守唄に参加を呼びかけたことがきっかけだった。またその CD でデュエットをした、ノルウェーの歌手、カリブ・ブレムニスがリムをオスロに招き、 二人で、ジョイントコンサートを開いた。悪の数軸からの子守歌のアルバムは、ブッシュ大統領へ、パレスチナ、イラク、イラン、ノルウェーの女性シンガーが捧げる音楽による、反戦メッセージという副題がつき、北朝鮮、シリア、キューバ、アフガニスタンの人々が彼らの子守歌を、英語圏の演奏者と歌うことにつながった。翻訳により、英語圏の聴衆にも彼らの歌が届いた。 私の魂の鏡イスラエルの刑務所にいるすべてのパレスチナ人、アラブ人の政治犯に捧げられたアルバム。2018年3月24日、9年間乳がんと戦った後に故郷のナザレで死去。ありがとうございます。